黒い黒い、うわー、みんな何投げてんの、なんか文字化けしてるの、なんかね、すごい、なんか、なんだろうな、ちょっとこれ写真撮って見せたい。これね、今すごいことになってるよ。なんかこんなの投げてる皆さん、今なんか黒い旗みたいなやつ、投げてる今めっちゃ投げてる。でもなんか星も投げてるの、星投げてる人と黒い旗投げてる人がいる。新アイテムです旗ありがとうございます。更新ボタン押して、更新ボタン押した後に多分切れちゃうんです。さっきユミリも白黒だった。本当に私さっきね、なんかアプリが落ちたんです。なんか一回ね、画面が切れちゃった。はい、みんなね、あのね、 75% ぐらいの人はね、旗投げて、今みんな旗投げてる。あ、ちょっと星が、そうなんです。じゃん、今日は私滝乃美子の生誕祭を開いていただきました。ありがとうございます。ありがたきのです。ありがとうございます。ちょっと皆さんごめんなさい、ちょっとあんまり皆さん好きじゃないかもしれないけど、ちょっと本当にごめんなさい。いつもショールームギリギリに帰ってやるので、5分だけツイッター時間をください。私に5分で書き上げます。皆さんにお約束します。5分で書き上げます。今日はですね、あのノーウェアマンも解禁されたんです。それもちょっとツイートしたくって、もうね、もうごめんなさい本当に。ちょっとどれ載せようかな。ノーウェアマン、ありえない。全身写真が欲しい、全身写真が欲しいですか。あ、あかりんが来てる。ありがとう、あかりん、おめでとう、ありがとうございます。写真いっぱいありがとう。返信したっけな、写真いっぱいありがとう。全身写真が欲しいですか。誤爆希望。じゃあみんなの変顔とかのしちゃおうかな。全身写真欲しいですか。あのね、私ね、この、まあ、皆さんミュージックビデオをね見てくださった方多いと思うんですけどね、ちょっとね、もう他のメンバーさんと私写真撮るね、あのもう余裕がなくってですね、そうなんです。なんかちょっとかっこいい系のが欲しい。なんかね、どっちでもある。なんか、明日が読みに見えるも見てますよ、毎回。ありがとうございます、たくさんのご意見。なんか、あ、みーちゃんが読みにのいちご食べました。あれ、みーちゃんなの？かっこいい系か、かわいい系か。ちょっとこれで私ね、もうね、奈々さんの隠し撮りぐらいしかできてないんだよね。あとは須田あかりさんと撮ったので、またそれは、発売日に載せます。それは。で、メールで送ったのどうだった？ああいう系？ああいう系ですか？あ、全身くださいって。了解です。どうしような、どういう系がいいですか。ダースウトモンが珍しいね、赤さん撮ってくださいました。まあ皆さん11月をお楽しみに。ユミリお疲れ様、ありがとうございます。こんばんは。へえ、あと何分、今何分経った、今私がなんか喋ってる間に何分経った、
やばい。てかこの日ね、私めっちゃ顔でかいじゃん。私この日めっちゃ目でかいの。なんか、メールのやつじゃなくってね、なんか、あるの。普通に撮った写真が。なんかね、めっちゃ目でかいの、この日。あと2分ですか？はい、あと2分。あと2分ね。こんな感じ。あ、これ全部汗。あの、ノーウェイマンの振り入れしたとき。すごかったもん。でも全然撮ってないなぁ。この辺かなぁ。わかんないよー。ちょっとおふざけてるのもある。なんかほうきあったからまたいで撮ってる。うん。そうなんです。そうなんですよー。MV はもうみんな見てくださったのかな。じゃあ全身写真と、どうしよっかな。あと何分、あと何分。皆さん秒で刻まないと、私多分もうあれですよ、ずっとやっちゃいそう。あ、どうしよっかな。これ 3つでもいい。あ、見たよって、ありがとうございます。嬉しい。スローでも見たの？見つけれた？そしたら。え、なんかね、そう、楽屋に今日行ったらね、みんな見てくれててね。あの、そう、私が見つけてないところの私も見つけてくれてた。これユミリンだよねって。で、ここの、後ろユミリンだよねみたいなのもすごい教えてくれて。あ、そう、そこの立ち位置私、それそれ、え、ミオさんの後ろでしょみたいな。え、それみたいな。みんなすごいなと思って。だから皆さんも多分私のこと見つけてるのかな。ありがたいです。あと20秒？やばいやばい。あー、なんか変なとこ押した。少々お待ちを。ひえの。あ、めっちゃ写真送ってくださったスタッフさんが。どれ載せようかな。あ、すごい、めっちゃみんな写ってる。これはやめよう。ファンの人が激写ってる。あの、横断幕の上にいる人みんな写ってますよ。えへへ。あ、匂いで見つけるタイプなんだって。なるほどね。え、私なんかでかいな、やっぱり身長が。あ、腕太っ。あ、何分かかっても優しい、ありがとう。あ、ユミ目指すから見つけやすいって、ありがとうございます。え、私がさ、スピーチしてるところと手振ってるところどっちがいい？どっちがいい？私が喋ってるところと、喋り終わった後お見送りでバイバイってしてるところどっちがいいですか？ちょっとやばいな、早くしよう、早くしよう、ごめんなさい、早くします。何を信じればいいんだ。でスピーチか。了解。スピーチね。No no 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 woman no no womanNo, ごめん、まさかそんなことが起こるなんて。はい、できました。お待たせしました。お待たせしました。
これだっけ、本当にこれで合ってる、全ての写真か。私こっちしか、ちょっと待ってね、今の独り言、めっちゃ独り言今の、待ってね、どっちにしようかな。こっちにしよう。はい、それではいきまーす。7、6、5、4、3、2、1。待って、ちょっと昨日ごじったからちょっと慎重になってる私。もう待ち、さっきの横間違ってないね。はい、オッケー、いきまーす。7、6、5、4、3、2、1、ツイート。ペイントかけた。ありがとうございます。ちゃんと花の前でも写真を撮らせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、種田先生がお気に入りツイートしてくださった、ありがとうございます。はい、じゃん。そのツイートのですね、スタンドフラワーにあるのがこちらのお花です。ちょっとまだ花瓶に挿してないんですけど、ちょっと私実は今日のために花瓶をたくさん買ったので、はい飾ろうと思います。配信が終わったら。あとはね、ちょっと光って見えないんだけど、この大きいの、これあれですよ、大きいですよ、これこのウェルカムボードですかね。あとはちょっと見えなくなっちゃってるんだけど、ちっちゃいバージョンもいただきました、ありがとうございます。あとは花の上にあるこれもいただきました、ありがとうございます。これめっちゃ大きいんですよ、これほら、まだ遠くにある、実は一番後ろに置いてて、そう多分画面に入りきらない、これはちょっとこれで見えない、そうちょっと光で全然見えないんですけど、こんなやつです、ありがとうございます。全部持って帰りました。かわいい、大切に飾らせていただきます、ありがとうございます。あとはじゃーん、じゃーん、帽子がですね、帽子、あ、ちょっと光が遮られてちょっと暗くなっちゃうんですけど、はい、そんな光も遮ってしまう大きな帽子をいただきました、ありがとうございます。これ可愛いんだよね、これ私ね、偽物かと思ってたらね、あれなんだよ、ブリザードフラワーなんだって、可愛い。そう、なんかね、そう、これ、え、かわいいかわいいってめっちゃ触って、え、これなんか本物じゃないとかめっちゃ触っちゃってさ、あとあとよくさ、読んだらさ、ウィザードフラワーはあのなんか水に弱いので絶対水につけないでくださいって書いてて、え、私手汗すごいのにめっちゃ触っちゃったと思って、ちょっと大切にします、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、もざってきた、本当に。待ってね、これあとね、もう一個ツイートしたらね、もうこっちの携帯になんと切り替えることができます。イエーイ、ちょっと待ってね、ツイートしちゃおうかな、信じればいいんだ。次はノーウェーマンのやつをね、つぶやきたくてですね、え、どっちにしようかな、え、なんかさ、どっちにしようかな、どっちがいいだろうな、どっちにしようかな、ごめんなさい、今のめっちゃ独り言、めっちゃ大きい独り言、え、どうしようかな、え、なんかでもなんか逆に私目でかすぎてなんかちょっと怖いんです、なんか目でかいんです、とにかく、ちょっと目でかいんだよな、本当に目でかい、え、違う、両方ねツイートできないの、これにしよう、決めた、決めたよ、決めた、私決めた、いつまでも決めた、よし、あ、
てな。はい、それでは行きます。行きますよ。このね、ちなみにこれ機材映ってるのはなんかちょっとわざとちょっとおしゃれな感じで、ちょっとなんかなんだろうな、これ映り込んでるよじゃなくて、なんかちょっとなんだろうな、映えみたいな感じでちょっと入れてみました。いきまーす。7、6、5、4、3、2、あ、待って、もう待って、7、6、5、4、3、2、1、ツイート。したツイートした。あ、すごい。あ、もう92件のいいね、ありがとうございます。もう105件のいいね、ありがとうございます。そう、なんかちょっとおしゃれじゃないですか。ということで携帯チェンジ、ごめんなさい、画質悪いですよね、きっと。もう大丈夫です、もう安心してください。しかもこっちの方が充電あるし、こっちにします。画質そんなことない、本当に。でもね、こっちも充電が、おーい、おーい、やっほー、こにゃにゃちは。どうですか、変わった、切り替わった、切り替わりました、ただいま、良くなった、お、オッケーです。よいしょ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 、ふう、あ、すごい、ちゃんとこれが見える、こっちの配信だとなんかあんまりテカらない。そうなんです、成功、イエーイ。ちょっと充電、ちょっと充電しながらしましたしちゃいますね。だからちょっとまた画質悪くなっちゃうかもしれない。あ、でもどうしようかな、今何分、何分、30分か、いや、いけそうな気がするね。40、どうしようかな、うん、いや、うーん、ちょっと一応刺しとか、30分まで刺しときます。30分になったらじゃあ皆さん言ってください、充電抜くんで。多分30分を待つ気がする。へえ、手のシワが合わせて幸せ、本当にありがとうございます。そして本当に可愛い、これね、メンバー他のメンバーからもさ、めっちゃ可愛いって言ってもらって、すごい嬉しかったです。あとはこう、あ、手の傷全然大丈夫です、ありがとうございます。なんかそう、このね、素敵なお花、え、赤にまだいるの、ん、アバターが残ってるんじゃなくて、へえ、赤にあ、今からお仕事してきます、頑張ってください。普段でも変わればね、本当に本当に本当に、ちょっとまあ光遮っちゃうんですけど、そう、そうなんです、いいなーって言ってもらった、みんな嬉しかった。あとはそう、スタッフさんとかも似合うなって言われて、そう、あとこのお花がね、すごいね、センスがいいなって、いろんな大人の人に褒めてもらいました。大人の方に、はい、赤にいるの、ショールームしてないのかな、あかりちゃんコメントっているって、へー、ありがとう、あかりん、そう、あかりんね、よく見てくれてるの、聞いてくれてるんだよね、ショールーム。あ、そういえば治った、あ、黒い蓋、黒い旗治った、治ってる、あ、ハンからやるのね、あかりん、なるほどなるほど。じゃあ、あかりんファンの方はね、あかりん始まったら30分だったらね、うんうん、そう、
お花がね本当に素敵、一本一本本当に素敵で、なんか名前は知らないけどすごく素敵なお花がいっぱいです。ありがとうございます、ありがとうございます。本当に私本当にお花嬉しいんだよな。そうなの、お花がすごく嬉しいね。紫大人って感じね。大人の時ので行きましょう本当に。あとはちょっと見えてないかもしれない、あ見えてた、私で見えてない、この花束も見て、めっちゃでかい、ほら、うーんね、ほらすごい、ありがとうございますね。水色なのも素敵だしね、この色なのも素敵。どうやって持って帰ったの、ちょっとねポッケに入れて、ポッケに入れて持って帰りました。花瓶たくさんいるね、嬉しい、嬉しいです。そうお父さんね、そうあんまり普段こう手紙とかくれる人じゃないんですけど、そう嬉しいです。お花の香り充満してますめっちゃ。父親ってあまり手紙書かないよね。まあそうですね、うんうん、嬉しい。お掃除に来てくれる、そうたまに来てくれる今度いつ来てくれる、うん、ちょっとそろそろ来てほしいかなちょっとそろそろ来てほしいですはい、うんうん、そうお母さんじゃなくてお父、そうお父さんがね書いてくれた。あお姉ちゃんから LINE が来た、行きません、行きませんって来ました、姉からだそうです。いやちょっとでも来てほしいな、ちょっと衣替えの季節じゃないですかね。うーん、生誕よかったよってありがとうございます。お姉ちゃん来てくれないって、お姉ちゃんがね一番よく来てくれる。あそう靴下捨てるよ、そうなんです、この前お姉ちゃんにいっぱい靴下捨てられちゃって、私のお気に入りの靴下とか、なんか本当に本当に靴下ガサッと捨てられて、私本当に今靴下全然ないんです。靴下お姉ちゃんが勝手に捨てたんです、靴下をたくさん、もったいないね、もったいないですよね、なんでね、なんでって思うよね本当に。しかもいきなり捨てられてて、自分で片付ければいいんよだそうです。そうね、穴開いてない、開いてない、そうなんだ、揃ってないやつって何、そうなんか揃ってない靴下めっちゃ捨てられた、私別に揃ってなくても全然履くのに、だから揃ってるやつが、だからこ揃ってるやつがめっちゃ少ないから、もう今だから今靴下が家に全然ないの、なんか揃ってないやつめっちゃ捨てられちゃって、なんかえ靴下入れどこって感じ、靴下入れがないっていう感じのやつ、あれ私靴下ここに入れてたよなって感じの、なんか別に別のところに靴下移動したのかなっていうぐらい、あーもののけ姫どっか靴下入れたやつ、あーあるあるの、いやあるんだけど、だからそこにもうなんか5層ぐらいしか入ってなかった、他のとこにあるのかな、本当にびっくりしちゃった。そうなの、ユミラファッション、ねユミラファッション
そうなのね。お姉ちゃん今日のこと言ってもいいのかな。あんこが見よるよって。あんこー、あんこーよーい、にゃん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 、おーい、ゆみこだよ、おーい、おーい、おーい、にゃんにゃん。反応しないと思う、多分。うちの犬はですね、あんまりこう音声には反応しないんですけど。寝た、あんこ寝たそうです。姉ちゃん今日のことは言ってもいいのかな。いいですか、それはお姉様に任せます。知らんって、あ、知らんって、まあ過ぎたことだからいっか、言っていいんじゃない。そう、実は今日センター祭にですね、あのお姉ちゃんが来てくれてて。そうなんです、見てくれてました。そう、はるばる広島に来てくれました。そうなん、少女たちを泣いた。そう、なんかうちの姉は少女たちをで泣いたそうです。そう、少女たちよ、姉ちゃん珍しい。お姉さん怖そう。うん、全然、まあ怖い時は怖いけど、怖くない時は怖くない。そう、オーディションで踊ったもんね。そうなんです、オーディションで踊ってたからね。あ、そう、なんかそうそうそう、広島、今広島駅です。だって広島大雨です。そうなんです。え、なんか、え、私が家着いた瞬間雨降り始めてびっくりしちゃった。もうびっくり、めっちゃ雨。今広島いる人、生誕来てくれた人とかさ、あ、30分だそうって、ありがとうございます。いや本当に記憶力いいな皆さん。そう、あとあれね、マイハのグリコも食べます、そろそろ。ありがとうございます。そう、生誕来てくれた人はまだ広島にいるのかな、もう帰った人とかもいるかもしれないけど。そう、あ、九州がさっきまで雨だった。じゃあ多分その雨がね来てるのかな。うん、帰り道めっちゃ降ってたって、めっちゃ降ってて急いでホテル行きました。だよね、めっちゃ降ってる。みんな居酒屋みたいなとこ行ってたよ。だって姉ちゃんがフフ言ってたんですか皆さん面白い、みんな言ってたよ。だって面白い。お姉ちゃんは帰りました。もうもう帰りました。はい、よく見てるな。はい、お姉様はもう広島を探してもいないです、残念ながら。姉ちゃん見たかった。姉ちゃんはね似てないですよ、似てない全然。うん、ちょっとテロップ書こう。混ぜるやつ食べたかった。だって混ぜるやつってなんだろう。麺、あー、担々麺、担々麺が食べたかったのかな、うちのお姉ちゃんは。はい、それって。じゃあね、今度食べに来てください。ついでに部屋に寄ってくれたら嬉しいな。ほのたんが働いてたところ。そうそう、僕は弟くん派だって。うん、行きませんって言われた。そう、うん、秋なのに夏に来たって。そう、これかわいいね。でもね、こうやっちゃうとお花が全部見えないのが本当にもったいない。私こうやってかぶりたいぐらい、お花がかわいい。今日もぐりにしない。もうケーキいっぱい食べちゃったからね。実は私昨日も晩ご飯ケーキなんです。あ、それがいいって、これがいいって
実は私昨日の晩ご飯ケーキなんです。で今日の晩ご飯もケーキなんです。そう、西洋感がある。ごきげんよう。ももなちゃんのアバターがいるようだって。えー、ももぴょんいるの？本物かな。えー、そう、晩ご飯ケーキなの。なんか一見聞くと可愛くない？晩ご飯ケーキなのって。なんかなんだろうな、なんかそう、あ、写真のやつ見たって。見た見た見た、これでしょ。ありがとうございます。いや、ゆっくり読ませていただきました。ここに置いてます。実はな、見えないけど、ありがとうございます。すごい素敵、かわいいな。これどなたが書いたんだろう。本当に素敵。え、本当に素敵。これ見てユミに泣くかなって言ってた。だってもう皆さん結構いろいろといろいろと聞かれてますよ、うちのお姉ちゃんに。え、もう本当に泣くぐらい感動した。ありがとうございます。アルバムもよくできてたね。本当に、あ、多分そっか、来てない人は見てないんだ。そうだ、ミニ生誕祭、イエーイ。そう、なんかね、チラッと、ちょっとチラッとですよ、なんかこんな感じのは、まあこっちもあるんですけど、まあ、こっちもあるんですよね。すごい、見てください、ほら。はい、終わり。あとはタキノがゆっくり見ます。一回見たけどね、もうちょっとね。そう、大好きなゆみこさんへ、タキノミコ推しの方から好きなところを聞いてみました。だって、嬉しいな。え、こういうのって本当にセンスですよね。愛が溢れてますね。本当に愛が溢れて本当に嬉しいです。え、タワーが来たって。ともきくんさん、ともきくん、タワーありがとうございます。わっしょわっしょい、おじぎー、ありがとうございます。あ、会場じゃ片面しか見えない。確かに、こうこうね、置いてあったから両面あるんだよね。本当にありがとうございます。じっくり見させていただきます。ありがとうございます。本当に本当に嬉しいですね、生誕祭って。なんかみんなが優しかった、生誕祭。家持って帰って。だって、あ、お姉ちゃんが見たいそうです。じゃあ家にも持って帰ります。うんうん。あ、コメント書いたけど全部、あ、そう、あのちょっとね、それはちょっと向こうにあるんです、ごめんなさい。あれ、あのシンデレラのやつ、ありがとうございます。あ、人多くて全然見れんやった。だって、じゃあゆっくり持って帰ります。そう、あのたくさんメッセージもいただいたので、それもね、後から読ませていただきます。ありがとうございます。うーん、あ、うちわもらったって、お姉ちゃんが。だそうです。うちわもありがとうございました。たくさんのねえ、滝の推しじゃない方もありがとうございました。うーん、そう、あとはそう、何を落としたか忘れちゃった。ちょっと奈々ちゃんが5分前にツイッター更新したよっていうのをにちょっと気を取られて、もうちょっとさ、ちょっともう、そうなんだ、ちょっと見る。私が科学園の新入隊、かっこよすぎる。3人とも受けすぎやって。3人とも、いや4人ともだわ、本当に。3人って誰のけたの、もう逆に。かっこいいな、本当に。かっこいいな、お気に入りしちゃおう、イエーイ。お気に入りした。ツイッターって、携帯、あ、モノキフェ回った、本当だ、終わった。マインドロールだ。ツイッターって皆さん知ってました？あのアカウント1個をいろんな、あ、そっか、そりゃそうか、だってメンバーツイッター30何人でやってるか。そっかそっか、そう、なんかいろんな携帯から入れるんですよ。だから私この昔の携帯にもツイッター入れてる。そう、あ、スクランブル編集長さんが
あげてくださって、あ、本当だ、生誕祭にもらった帽子をかぶるユミリンだって、お気に入りしとこ、わー、ありがとうございます。はーい、そう、ちょっと影になっちゃうんですよね、これどうしたらいいんだろう。あ、わかった、デレレレデレーン、ビビョビうーわ、ちょっとやめよう。あ、マジメリ学園の曲かっこいい、ありがとうございます、かっこいいですね。あのちょっと舞台見られた方、あの、あ、画面割れてるやつ、そうなんです、割れてもなあゆみ、そうなんです。え、マジメリ学園の舞台見に行かれた、あ、今日ライブビューイングありましたよね、どうでした、全国の皆さん、見に行った全国の皆さん、そうなんです、今日広島でもあったんです。一日違うか、明日だったらもしかしたら私行けたかもしれないんですけど、ちょっと自分の生誕祭と被ってしまいまして、はい、行きました。息吸ってだって、そう、ナナさんのソロから始まる、あの星が降る夜、僕は生まれた、泣いていたのはなぜだったんだろう、絶望が生まれてきた喜びかみたいな、そう、あの、そう、曲名が分かんないんです、そう、挿入歌なんです、そうなんです。え、なんか絶望かのその前に入る前のナナさん、ちょっとわかります、ちょっと、え、明日入る人はちょっと見てください、明日で千秋楽だっけ、明日ですよね、え、ちょっと明日入る人でラッキーですね、本当に千秋楽見れるって本当にいいですよね、ちょっと、はい、あ、頬杖ついてのねる様もかっこかわいい、そう、それな、本当にそれな、あ、明日、明後日か千秋楽、明日千穂ちゃんが出る、明日ゲストに千穂ちゃんが出ますよ、明日は千穂ちゃんって、本当にそう、千穂ちゃん頑張って、千穂ちゃん、千穂ちゃん頑張って、ファイト、明日千穂ちゃんの日ね、ちょっと楽しみですよね、明日入る人いるのかな、え、もう一回出たいですよ、もう一回出たい、本当に千穂ちゃん見たいね、千穂ちゃん見たいな、千穂ちゃん見たい、あ、見に行くよって、ちょっと千穂ちゃんの感想を聞きたい、ちょっと何を言ったのかみたいな、あんまり言うとちょっとネタバレになっちゃうからね、もう皆さんも知ってるかもしれないけど、はい、ちょっといろんな千穂ちゃんの姿がね見れるのかな、楽しみですね。あ、千穂ちゃんが喧嘩とかあるのか、 あるかもしれないですよ、もしかしたら、やめろーって千穂ちゃんがもうやめてください、いえみたいな言うかもしれないですね、3回目は飽きる、私ね、実はね、実質4回見てるんです、自分出たの合わせたら、自分出たの合わせたら4回、え、まずゲネプロ、自分の本番、普通に見に行ったやつ、あとはその次の日にオールナイトニッポンで、あの、そう、ミヨンさんと夜、まあ、ご飯に行かせていただきまして、まあ、ミヨンさん出られてるから、あの、その日本青年館から行こうってなって日本青年館に行ったから、でもね、客席では見てないんで、下で見てた、ずっと4回見た、4回、あ、ミヨンさんとご飯は多分初めて言った今そうなんです、オールナイトニッポンの前にそうミヨンさんとねご飯に行かせていただきました、ミヨンさんとあとこうスタッフさんと行きました。なんかね、野菜のすごい美味しい、なんかさ、なんだろうな、ミンミートみたいな、ミートがあるじゃないですか、ミンミートみたいな、なんだっけな、
あ、肉なんだけど肉じゃないみたいな、なんだっけな、ミロミートミミなんちゃらミートみたいな、なんだっけな、うん、めっちゃおしゃれなお店でした。なんちゃらミート、あ、大豆のやつ、そう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 、そんな感じ、なんか大豆の、あ、ミヨンメールに載ってたよって、嬉しい、ミヨンさん載せてくださってた。ジャストミートではないです、ミヨンミートでもないですね。なんちゃってお肉、まあそんな感じです。なんちゃって、あ、ソイミート、そうそう、おめでとうございます、おめでとうございますって普通に知ってたんだろうけど、そう、ミンソイミート、ソイミートにスタッフさんとミヨンさんと食べに行きました。まあでもなんかな、なんか、うん、野菜のお店に行きました、とにかく、うん、そう、大豆のソイミート、ソイミート食べるの2回目なんですよ。なんか1回目はあの ST のマネージャーさんと行きました、ソイミート、その時初めて食べた。なんかやっぱり東京の方の方っていっぱいおしゃれなお店を知ってるんだなって思って、すごいなんか身を任せていい感じ。もうこ、私はもうなんだ、東京のこと全然わかんないから、もう本当に何のお店があるかもわからないし、もうなんか一人で東京ってちょっとまだ怖いんですよね。うん、そうなんです。へー、ね、あの曲さ、音源化しないのかな、 CD 出してほしい、あのたなさんのソロから、うん、今ちょっと頭の中で流してる、私今サビ、あのね、あ、あんまり言うと、あんまり言うとネタバレになるんだけど言わないし、あさってぐらいに言います。じゃあ、はい、いや、ブルーレイ買うよ、もちろんブルーレイは買うんだけど、たださ、ブルーレイってさ、ブルーレイじゃん、私はあの CD で聞きたいの、分かる、あのさ、ブルーレイってさ、あのなんだろう、配信してほしい、配信、あのなんだろうな、そう、あ、夢力みたいな感じのさ、あの配信限定でいいから、あの分かる、あれってさ、もう DVD プレイヤー持ち歩かないと聞けないじゃんか、そう、音楽として聞きたいの、配信限定とかないのかな、え、あ、本当にさ、ね、みんなで頑張ろうよみんなで頑張ろうよ、弓力と弓力で、あ、劇中歌音源化されにくいからな、でも劇中歌本当に全部いいですよね、その頬杖のやつもいいし、うん、いいですよね。なっちゃんのソロコンもらった、あ、買ったのでね、そう、なんかあげるみたいな言われたけど、あ、私買ったのでって今度サインしてくださいって、あ、本人に歌ってもらって録音した、あ、本当にそれな、本当にそれな、そうしよう、なさん歌ってください、なさん歌ってください、あ、サウンドトラックみたいんですかね、ね、サウンドトラックいいですよね、うん、生歌は高いよ、まあまあ、次会うのいつかな、次会うのいつだろうな、11月の次、握手会が21、22、23、違った、23、24、25かかな、まあ、それまでにまあちょっといろいろ多分合うと思う、でも、うん、それまでに多分11月頭らへんで合うのかな、分かんないけど、うん、あぼしかわいいね、ありがとうございます、うん、真面目にお見送り早すぎて顔ちゃんと見れんやったーって、おー、そうなん、最後にいました、滝野は、残念、まあ握手会以外でもね、クイーンビーの中の人の誕生日、トムさん、トムさん、いつがお誕生日、トムさん
私、ま、同じこと言うかもしれないけど、トムさんがこの間あのフォロー返してくださってね、すごく嬉しかった。私ね、そうまだ全然先輩方に知られてないから、結構ねあのまだこうフォローを返してくださる方がなかなかそんなに多くなくってですね。そうなんです。だからすごい嬉しい、武藤トムさんがツイッターフォローしてくださった、嬉しい。そう、うん、地道にって、うん、鼻の下めっちゃ大好き。あんまりフォローし合わないのか、どうなんだろうね、どうなんだろう。あ、すごい、もうめっちゃ来てる。いいねとリツイートと、ちょっと言えなかった、いいねとリツイートと、え、そこもう145件も返信が来てる。ありがとうございます、嬉しい、うーん、嬉しい、おめでとうって、ありがとうございます、おめでたきな、麦わら帽子の君がって、ありがとうございます。まあ、やっぱりユミコだ、イエーイ。あ、中継で見ましただって、ありがとうございます、おめでとう。来年はそう、来年は船でやる。私ね、正直言ってねとか、普通にね、私初めての生誕祭って船でやりたかったんですよね。まあでもなんだろうな、そうなんです、いつか船でできるように頑張ります。あ、ナルルさんが載せてくださってる写真の中に私がいる、ツイッターの皆さん、私がいる、お気に入りしたか、わーい、うーん、来年もちょっと怪しい。そうなの？そうなの？私がいるって、ありがとうございます。準備中でね、出庫準備中ですから、生誕祭行きたかったね。あのファミ劇さんで配信が多分ね、なんか会員になると、まあ、後日でも見れるみたいな感じでしたよ。うん、トムちゃん STU と気になったら嬉しい。めっちゃ嬉しいです。それはすごい、トムさんがですか。めっちゃ嬉しいですね。もういろんなこと教えてほしいです、トムさんに。うん、ユミコイズプリティ、おー、センキュー、あ、そう、韓国の方、あのノーウェイマンが解禁になりました。ミュージックビデオが、あのプロデュース48のお三方も参加されているので、ぜひ見てください。チェックプリーズ、ミュージックビデオ NOW、プロデュース48 3、イエーイ。タワーが、ありがとうございます。ひえー、うん、ちょっとこっちのやつはね、ちょっとアプリ入れてないんです。翻訳アプリ入ってたかな、入ってた、はい、私は翻訳アプリがありますよ、ちょっと待ってくださいね、ちょちょ、あ、はいはい、え、なになになに、オフライン翻訳ファイルダウンロードすることカメラによってダウンロード、ダウンロードして、今ダウンロードしようとしてますだって。ちょっとこれ皆さんに聞いた方が早いな、なん、愛してるって意味です。ありがとうございます。サランヘアってことかな。ありがとうございます、サランヘアさん、わっしゃわっしゃい、おじぎー、ありがとうございます、こんばんはよ、ありがとうございます、愛してます、ありがとうございます。あ、花綺麗ね、綺麗ですよね、本当に。
ありがとうございます。素敵やんってね、素敵ですね。あ、その上も最後のところね、そう、各国の人優しいね、優しいですね。もちろん日本の方も皆さん優しいですよ。皆さん綺麗、鼻綺麗って、鼻綺麗、ありがとうございます。あんまり鼻を意識したことがないの私、あんまり。うん、あ、韓国の人たちモノメノウェマ好き、嬉しい、ありがとうございます。そう、最後私なんです。ラスト、ラスト、こっちミー、ラスト、ライト、レフト、レフト、ライト、レフト、ミー、あー、ユミコがとても見えなくてってね、まあ確かに、確かに、やっぱりよく探したら滝野なんです。あ、これユミリンじゃない、あ、これユミリンだって感じなんで、もうね、はい、皆さんもたくさん探してくださってたと思うしね。そうなんです。ミュージックビデオのほとんどユミリンが出なくて怒りますって。うん、まあ私はね、そう、一番後ろの列なのでね、もっと前に出れるようにこれからね、もっと皆さんが見つけやすいね位置に行けたらね、ごめんなさい、それは私が一番後ろなせいなので、うん、もっと頑張ります、頑張りますとか、一緒に頑張ってください、よろしくお願いします。はい、伸びしろですね、ね、伸びしろですかね。このメンバーが気になったなあちゃん会場だよね。え、それはないと思う。私の願望。あ、今日の T シャツね。オタク人生を貫こう T シャツなんです。私、じゃーん。貫こうじゃないかー。イエーイ。イエイ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 。多分お揃いの方多いと思う。うん、そう、うん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 、そう、 AT じゃないんです。そう、 AT かと思ったって、すごいぴょーちゃんにも言われた、今日 AT で来るのかと思った、あれはね、握手会で切り用に撮ってるからって。そう、あれはちょっと撮ってるんですね、今度26日に切るので。のわめまさかなんて、のわめのわめ、お、もう56分ですかね、じゃあ何で読みます。読みられない、止まらないオタク人生。あ、なんかね、なんだっけ、なんだっけな、なんだっけな、え、ちょっと先に男女読もう。第13位が、くまりパパさん、良い生誕祭になったらおめでとう、ありがとうございます。第12位、なおさん、今日行けてよかった、人生に悔いなし、最高に綺麗だぞ、ありがとうございます。第11位、トリダーさん、ありがとうございます。第10位、おいでまして元気さん、握手券決済した、ゆみこ生誕最高によかったね、ありがとうございます。第9位が、西宮のヨネさん、ありがとうございます。第8位、ひとみさん、ありがとうございます。第7位がアリさん、山口生誕祭楽しかった、世界のアイドルにユミリンはなる、おお、すごい、俺はなる、頑張ります、ありがとうございます。第6位、大地さん、素敵な生誕祭だったね、ユミリン大好き、ありがとうございます。第5位、のぼちんさん、何もかも良かったよ、幸せでした、愛してる、おお、ありがとうございます。第4位が、うん、はるみんさん、滝の夢かかみよし、ありがとうございます。第3位が、はるさん、いつもユミリンの味方ですって自信を持っている、大好き、おー、ありがとうございます。こんばんはよ、あ、変わった変わった、男女が変わった。ちょっとじゃあ13位から読みますね。あ、ちょっとじゃあ、あ、変わった人読みます。第12位、リキアさん、来年は戦場劇場で生誕祭やね、今から楽しいね、やりたいですね、来年こそはね。で3位が、ともきくん、ゆみりん、神推し、ありがとうございます。2位が、サラヒヨさんかな、なのかな、
さっきとちょっと名前変わってる気がするけど、そうなのかな、そうなのかな。ありがとうございます、こんばんはよ。そして第1位がマーボー、セタン疲れイヤホンはおとなしでもうつけてるタイプ。あー、みーちゃんと一緒ってことですね。ありがとうございます。へー、あかりんとももぴょんもいるのかな。ほんとだ、カドとモモナってアバターいる。今も見てるのかな。おいももぴょん、おーい、あ、ゴム店員って呼ぶって、ゴム店員さんありがとうございます。へー、モービーを見つけた。あ、私の隣に福田あかりがいる。福田あかり、あかりも配信中って、あ、じゃあ残ってるのかな、アバターがね。なるほど、へー、嬉しいなー、ね、ありがとうございます。あ、59分だもん。今日本当に幸せな時間をたくさんありがとうございます。配信が終わったらこのお花たちを花瓶に飾ろうと思います。またメールで送ります。イエーイ。そう、今日多分、そう、今日皆さんが個人的にくださったプレゼントはまだ受け取れてないのかな。まあ、また受け取れたらメールします。それでは最後までありがとうございました。明日も頑張りゆみりん。じゃあおやすみなさい。バイバーイ。